どうもアライアンです。今週も現在 Nintendo Switch のストアでセール対象になっているダウンロードタイトルの中から実際にプレイした上で厳選したものをご紹介したいと思います。最大 85% オフ220円から880円とお手頃な価格でインディータイトルを中心に10月2日から10月8日でセール期間が終了する約400タイトルの中から個人的におすすめの日本語対応タイトルをセール終了日が近いものからまとめてご紹介しますので、ご購入の参考にぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。また気をつけてはいるんですが、本動画はネタバレを含む可能性がありますのでご視聴にご注意ください。それでは参りましょう。1本目はアドベンチャーゲームネオキャブ。友人と一緒に暮らすことになったためサイバーパンクな街ロスオジョスへ引っ越してきた主人公のリナはタクシードライバーとして生計を立てながら失踪した友人の痕跡を追うといったストーリー。タクシーアプリで配車待ちの客を拾って目的地に到着するまでの会話から街の情勢や友人の痕跡を紐解いていくアドベンチャーである本作は、人物描写や世界観が素敵なビジュアルノベルスタイルのタイトルとなっていました。タクシーで乗せた客との会話の中で最適な選択肢を選ぶことで新しい情報を入手して世界観を少しずつ知っていくゲームシステムとなっていて、舞台となる街ロスオジョスについて何も知らないプレイヤーの心理が引っ越してきたばかりの主人公リナにシンクロして新しい情報を知るたびにワクワクしました。自動運転の車を推進する大企業、数が減少している人間のドライバー、事故をきっかけに人間のドライバーを規制しようとする法案など、近い未来に現実で起こりそうな出来事に引き込まれっぱなしでした。タクシーに乗る客たちはみんな癖が強かったんですけど、どこかで会ったことのあるような人間味のあるキャラクターばかりで自然と会話を楽しんでいたり相手の言葉に怒りを覚えたりしていましたね。フィールグリッドと呼ばれるアクセサリーによってリナの感情が色で表示されたんですけど、その時の感情によって選ぶことができない会話の選択肢があったりしたので、会話の中でメンタル管理が必要だったのも面白かったです。こだわりのある舞台設定だったので専門用語もバンバン出てきたんですけど、リナがざっくりまとめたものを日記に書いてくれたことで全体像がわからなくならなかったのも良かったポイントでした。コーヒートークやクラウドパンク、ロード96なんかがお好きな方におすすめ。タクシーアプリのチュートリアルが少し分かりづらい面はあったものの、1周クリアまで4時間程度のボリュームで他のエンドを見るために何度も遊んでしまうタイトルでしたので、ぜひセール期間にドライバーを体験してみてくださいね。プレイする際は言語の初期設定が英語でしたので日本語に変更するのをお忘れなく。またメッセージ自動送りがめちゃくちゃ高速なのでオフにすることを推奨します。2本目はパズルゲームフレイムドコレクション。スパイがアタッシュケースを奪うために警官や追っ手の目をかいくぐるといったストーリー。コミックのコマに見立てたフレームを並び替えることでスパイに都合のいいシナリオを紡ぎ出すパズルである本作はシンプルなのに面白い、のめり込むタイトルとなっていました。全てのステージがコミックの1ページのような作りとなっていて、コマに見立てたフレームが複数あってその中の固定されたもの以外を入れ替えることでスパイが逃走できるルートを作り出すスタイルのパズルゲームだったんですよ。シンプルなルールで見た目に派手さがあるわけじゃないんですが、始めるとその面白さに引き込まれてしまって最後まで一気にプレイしてしまいましたね。本作はフレイムドとフレイムド2のパッケージなんですけど、どちらでもフレームごとに明確なルール説明があるわけじゃなくて、この順番に並べたらこういう結果になるだろうと予測してフレームを入れ替えても全く違った結果になったりしたので、いろんな順番を試行錯誤してどんな結果になるのかを見るのが楽しかったです。フレームの回転を行ったり一度通り過ぎたフレームをもう一度使用するようなステージもあって、何度もリトライを繰り返して突破できるような難しいステージがいいタイミングで出てきたので休憩する時間を忘れるくらいでした。ジャズサウンドの BGM がスパイテイストを醸し出していたのも良かったポイントでしたね。ゴロゴアなんかがお好きな方におすすめ。一部のステージに理不尽な仕掛けがあったもののフレームド1-2通してクリアまで3時間程度のボリュームでやめ時を失う楽しさでしたので、ぜひセール期間にチャレンジしてください。3本目はアクション RPG ミノリア。
異端審問官であるシスターセミアとシスターアンナフランは、魔女にさらわれたラメジア王国の2人の姫の救出に向かう中で事件の真実に迫っていくといったストーリー。異端審問官の少女が戦うキャッスルバニアライクな探索型アクション RPG である本作は、緊張感のあるバトルとマップ探索が楽しいタイトルとなっていました。広大なマップを探索して装備やアイテム、スキルを集めながら強大な敵に立ち向かうスタイルとなっていて、とにかくバトルの難易度が高かったですね。雑魚敵も含めて敵からのダメージがめちゃくちゃ大きくて、 2,3 回ダメージを受けるとやられてしまったので、パリや回避、回復をうまく活用することで戦うんですけど、マップを広げる時にも常に緊張感と隣り合わせでした。敵を倒した時の演出や効果音はとても爽快なものになっていて、特にパリに成功した時の連撃カウンターのエフェクトはとても気持ちよかったので、タイミングはシビアなんですが、ぜひ挑戦していただきたいですね。マップを進めると雑魚敵も強くなったので、どうしても進めなくなったらレベルを上げて主人公を強化できた点は、高い難易度の中にも救済措置が用意されていて良かったポイントでした。探索の中で発見できる情報と呼ばれるアイテムから、メインイベントでは語られないシナリオを追いかけられる仕組みになっていたので、探索を念入りに行った方がストーリーへの理解が深まる点は、強敵たちの中を探索するモチベーションアップにつながりました。ボスをノーダメージで撃破すると報酬がもらえたりと、やり込み要素もがっつり盛り込まれていましたね。全体的な探索ボリュームは少なめだったものの、ソルト&サンクチュアリやソードオブザバークラントなんかがお好きな方におすすめ。クリアまで5時間程度でサクッとメトロイドバニアを楽しみたい方におすすめでしたので、ぜひセール期間に魔女狩りしてみてください。4本目はパズルアクションゲームユーロパ。崩壊したユーロパを取り戻すため、重力を無視して歩みを進めるといったストーリー。バラバラに崩壊した都市の中で壁や天井を歩き回ってギミックを作動させることで先へ進んでいくパズルアクションである本作には、めちゃくちゃ頭を使う高い難易度の体験が待っていました。床、壁、天井と地続きの場所なら歩いていける主人公を操作して、ステージをまたいで張り巡らされたエネルギーケーブルをたどって電源スイッチを起動して回るスタイルのパズルアクションで、地面の裏側や建物の内部など分かりづらい場所に設置されたギミックまで、どうやって歩いていけばいいのか試行錯誤するのが面白かったですね。特定のマップでギミックを作動させると新たなスキルを入手することができて、最初は歩くことしかできなかった主人公がジャンプやダッシュを行うことができるようになることで、さらに行けるようになる場所が増えたので、探索型アクションの側面も兼ね備えていて、ずっと世界をうろうろしていました。スイッチにも種類がいくつかあって、レバーを倒すものや上にオブジェクトを乗せ続けないといけないものなど、この手のジャンルでは定番のものが登場したんですけど、壁にあるスイッチに物を乗せるにはどうするかとか、壁に囲まれた建物の内部に入るためにはどんな順番でレバーを操作するかとか、いろんなパターンでチャレンジするのが楽しかったです。以前に当チャンネルでご紹介したレリクタやポータルなんかがお好きな方におすすめ。キャラクリエイトのペンキ感が扱いづらいところはありましたが、クリアまで7時間程度のボリュームで頭を使い続けられるタイトルでしたので、ぜひセール期間に挑戦してみてください。5本目はアクションゲームホア。何があったのかわからないまま島に流れ着いた主人公が、島の住人たちと話していく中で過去に起きた出来事を紐解いていくといったストーリー。島に点在する刻印を探し出して能力を解放しながら先へ進むアクションである本作は、ジブリ映画のようなビジュアルと美しい BGM で織りなす世界に引き込まれるタイトルとなっていました。マップのあちこちに配置されたギミックとスキルを使って点在する刻印と蝶を集めて回ることで次のマップへと進んでいくステージクリア型のアクションタイトルで、ゲームシステムはオーソドックスながらも、そのビジュアルと BGM の魅力が圧倒的で、序盤から一気に世界観に引き込まれていました。アクション難易度は終盤を除いてそこまで難しいものではなくて、覚えたスキルの使い方が分かっていればなんとなく進んでいけるものとなっていたので、ビジュアルと BGM がより鮮烈に印象に残りましたね。スキル自体も2段ジャンプや滑空、ストンピングとよくあるものだったので、アクションに慣れた方なら混乱することは少ないと思います。
徐々に明らかになっていくシナリオ進行や終盤で一気に明らかになる謎などよくある展開に定番のストーリーなんですが、ビジュアルと BGM だけでこれほどまでに魅力が変わるのかと驚かされました。ファーローンセールズなんかがお好きな方におすすめ。マップ移動の際のロード時間が若干気になったものの、クリアまで3時間程度のボリュームでアニメ映画を見たような印象が残るタイトルでしたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。6本目はアクションアドベンチャーゲーム、ムーンライター天使と勇者の冒険。財宝とモンスターであふれ危険なため閉鎖されたダンジョン。ダンジョンのそばの集落でムーンライターという名の店を経営する店主は、全てのダンジョンを解放するために旅立つといったストーリー。本作は10月1日まで一斉トライアルの対象になっていて、任天堂スイッチオンラインに加入するだけで遊ぶことができました。ただ期間中にクリアできなかった方、ご安心ください。セール期間がまだ続いていましたので共有させていただきます。本作はゼルダライクな見下ろし型のランダム生成されるダンジョンに踏み込み、モンスターと戦いながら素材を拾い集めて、持ち帰った素材で万全に準備を整えた上で再度ダンジョン突破に挑戦するスタイルのローグライトなアクションアドベンチャーとなっていました。特徴的だったのは、持ち帰った素材を経営する店舗で販売することでお金を入手するゲームシステムで、お店パートはさながら経営シミュレーションのようだったことなんですよ。販売する素材の金額はプレイヤー自身が設定する形式で、この価格が適正以下でないと素材を購入してもらえなかったので、最大の売り上げを出せるように素材の適正価格を考える楽しさがありました。稼いだお金を使ってお店のアップグレードや装備の強化を行うことができたんですが、装備の強化や回復薬作成にはお金だけでなく素材も使用することになったので、どの素材を販売してどの素材をストックしておくかしっかり考える必要があった点も面白かったですね。またダンジョンの途中で集落に帰るためにもお金が必要だったので、アップグレードのためにお金を全て使い切るわけにもいかなくて、強化と貯金のバランスが必要なのも独特のシステムで夢中になりました。挑戦しているダンジョンで拾える素材で装備を最大まで強化しないとクリアできない程度の難易度設定だったので、素材収集と店舗経営を繰り返して自身を強くしていくことにのめり込みましたね。終盤はインフレが進む傾向があったものの、クリアまで10時間程度としっかり遊べるタイトルでしたので、ぜひセール期間にダウンロードしてみてください。プレイステーションプラスや Xbox ゲームパスご加入の方は定額プラン対象タイトルでしたので、そちらもチェックしてみてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は220円から880円で遊べる任天堂スイッチのセール対象の中からおすすめのタイトルをご紹介しました。残念ながら本動画をご覧になった時にはセールが終了していたという方は、スイッチのストアで欲しいものリストに登録して次回のセールを見逃さないようにしてくださいね。本日ご紹介したもの以外にも、当チャンネルで過去にご紹介したタイトルで再度セールに出ていて終了日が近づいているものがたくさんありました。このあたりは動画の概要欄にまとめておきましたので、他の動画も見ていっていただけると幸いです。また本動画ではご紹介しきれなかったんですが、10月2日からの1週間はハンティングアクションの金字塔、解き放て狩猟魂、モンスターハンターライズとダウンロードコンテンツであるサンブレイクのセットや、貴族たちのお上品なビンタバトルが爽快なバラと椿お豪華絢爛版、2人プレイ専用の高難易度パズルアクションイップとオップなんかもセール終了日が近づいていましたので、他のゲームも探しているという方はストアを検索してみてくださいね。ということで、皆様のゲームライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画が参考になったという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけたら励みになります。皆様の感想もコメントいただければ嬉しいです。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。